組曲、オランダの巨匠たちは、ヨハンデ・メイが作曲した、吹奏楽曲。日本語題は、ダッチマスターズ組曲とも、アメリカ海兵隊軍楽隊の元指揮者ジョン・アール、ブージョワの強い勧めで、オランダの3枚の絵画の印象をもとに2008年に、作曲された。テーマになっている絵画は、いずれもアムステルダム国立美術館に収蔵されている17世紀、オランダの黄金時代の、 よく知られているものである。曲はブージョワに検定されている。オランダ南部のケルクラーデで開催される世界音楽コンクールの2009年度の吹奏楽第二部門の課題曲となった。そのため、同大会での複数の吹奏楽団による演奏が作曲者公認の公式な世界初演とされている。演奏時間は約20分。楽譜はデメイ自身の出版社アムステルミュージックから。 出版されている。それぞれの絵画の題名が付けられた3曲からなる。夜景恋文王子の日。ありがとうございます。